では続きやっていきます。もう研究所に行く、準備はできたんですけど、まあクレアが忘れ物ないかなというので、まだやってないことあったような気がするんで、まずはこのリフトから上がって、上層へ行きます。上層の水路に行きます。はい。こっちじゃないぞ。まずこっから降りていきます。私はビショップだったかな。そこの鍵がもしかするとこれかな。ですよね。さあさあ。ここはもう終わりか。あともう一箇所、こっち作業員休憩室。ナイフがいる？押すわけじゃないもんね。ナイフ、いやでも引きずった跡があるから。SZF。 はあはあはあ。これはあれだと思います。SZF。 難しいんだよね、これね。さあさあ、これはどこに続くんだい？
そうか、ここにつながるわけだ。なるほどね。これで写真も現像できるということなんですね。じゃあさっきの鍵はもういらない？もういらない。じゃあ捨てましょう。じゃあですね、といろいろ持っていきたいものがあるので、ここはクリアになった。フィルムは向こうで調達してもいいわけだ。じゃあちょっと警察署に戻ってですね。警察署に戻って、取りこぼしたものを回収する回にしましょうか、今日は。じゃあ、今回は。プラグは預けちゃってもいいでしょう。じゃあ一旦セーブもして、押したものを取っていきましょうか。手榴弾とかガンパウダーとか、とにかく取りこぼしたものは全部集めていきましょうか。たださすがに広範囲にわたるので、今回は完全に回に当てちゃいましょうか。ただリッカーとかもいるので、ちゃんとかもいるはずなので、はい、ご苦労さんと。まずは手榴弾、ガンパウダー、ガンパウダーを組み合わせると
ハンドガンの弾になる。はい、じゃあ次、ここを出て一番奥に弾があるんですけど、わずか3発の弾を取るためにリッカーと戦闘するのは、得策じゃないですよね。パウダー集めてもなぁ。そうか、ちょっと暗室に安全に行くために上から回っていきましょうか。そっちにある弾もまだ取ってなかった。私こっちから回っていけば理念室にも行けるから、はい、おいで。はい、おいで。どんぐらい持ってる意味があるのかな。まあいいか。預けてきたよね、確か。はい、もう一個フィルムあったっけ。ない。で、このフィルムは隠し場所。これじゃあわかんねえし。
さ、グリーンハーブ、グリーンハーブどうする？このグリーンハーブでちょっとこれ使っちゃいましょう。あとはもういいかな。はいはい、ご苦労さん。あとはロッカーを開ければいいかなと。ここも確かめてなかったもんね。これ、やっぱり今回の動画は丸々潰す感じでいきましょうか。絶対そこにはめるよね、あれをね。仕方ない。よし。よし、これで警察署は終わりにして。
これに、これでしょ、やっぱり。そういえば MQ11 ってなんだっけなんだっけなんだっけ、あ、サブマシンか。オッケー、アイテム欄圧迫するけど、行きましょうぞ。左右はまたアンダーも、ちなみに、ロッカーの鍵はどこだっけ、どこだっけ？コントロール室か。室にはコントロール室には下水か、やっぱり。待ってよ、こっちだよね。下水しかあれ行くしかなかったっけか。
か。SZF SZF それだけかーい。先がここだったわけだ。じゃあひとまずこれでいいのかな。ちょっと気になるところはこの事務所事務所ってどうやって行けばいいかな、行くべきだったのかなっては思いますけど、まあそれは仕方ないですかね。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。じゃあ次の動画で研究所を迎えたいと思います。